動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人が死休考え直していることはというテーマで、お相手の方があ嵐間に関することや大死休ですね。考え直していることがどんなことなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。えー、今回もタ択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャヨネイロで始まりの合図としていきます。ティンシャヨネイロにはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、 ぜひです、ね、皆様もお聴きいただければと思います、はいえー、ではです、ね、本日もリーディング始めてまいりますのでよろしくお願いいたします はい、えー。ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。A はこちらのリターンというカードで、戻ってくるというカードになります。カードが持つメッセージについては、選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい。こちらが A になります。 続きまして B のカードです。B はこちらのですね、インディペンデンスというカードで、自立というカードになります。こちらが b になります。最後 C のカードはこちらで、えー、ビクトリーというカードですね。大成功、大勝利というカードになります。こちらが c になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。 はい。それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい。カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについてはこの動画の下の概要欄に詳細を収集しておりますのでそちらをご確認いただけますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。 はい、それではですね、まずはじめにこちらのリターンというカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あ,あの人が死休考え直していることはというテーマで、お相手の方がですね、大至急考え直していることはどんなことなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。えー、それに際しまして、えー、まずはですね、お相手の方から見たあなた様の今の印象というところと、お相手の方、ですね、あなた様との、まあ、これまでにおいて、 何か悔いであって心残りはあるのかどうかそしてお相手の方がですね今、大至急何を考え直しているのかということと今後、お相手の方が何か行動を起こしてくるのかどうかこちらもね見ていきたいと思います。はい ではですね、まずはじめにですが、お相手の方から見た、あなた様の今の印象、そしてお相手の方あ、今までにおいてですね、何か悔いや心残りはあるのかどうか、そして、えー、大至急ね、何を考え直しているのかということですね、こちらを見ていきたいと思います。 ではですね見ていきます上のカードからお相手の方から見たアヌ様の今の印象を表すカードお相手の方あですねアヌ様との今までにおいて、えー、何か悔いであったり後悔はあるのかどうかっていうことですね悔いとか、まあ、心残りはあるのかどうかということとお相手の方アース様について何かね大至急考え直していることはあるのかどうかを表していますはいではですね早速見ていきましょう ちょっと全体のねカード見させてくださいうん印象は全然悪くないと思うんですねうん、うん、なるほど なんかね、以前からうんあなた様をねうん、まあ、狙っていたというかうん、まあ、例えば口説こうと思っていたり口説き落とそうとしていたり、ねまあ、お付き合いをしようと思っていたんだけれどもなんかそれがうまくいかなかったことがなんか今もお相手の方に残っていてうんそうですね。 うん、だから印象というのはちょっと難しいんだけど、もう、うん、すごくねお近づきになりたいんだけども、も結局はなれないのかなとかね、なんかそういう風に思っちゃってるようなので、うんちょっとねこのあたり、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくんですが、えー、まずですね上のカードからで、お相手の方の、あなた様の印象ですね、お相手の方から見たあなた様の印象は今どうなのかっていうと、これ全然よく、あの、 悪くないと思うんですね。うん。まずここの角度から見ていくと、クロスエンカウンターズっていうカードは、出会いが近づくっていうカードになります。うん。 クロスっていうのはね、オープンクローズっていうところでいうと、まあ、閉まるっていうことなんですが、クロースっていうと、これ近づくってことなので、エンカウンターっていうのは、遭遇するとか出会うということなので、出会いが近づくっていうカードになりますが、あなた様との出会いに、まあ、近づきたいというか、出会いたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。うん。これね、印象悪かったら出会いたいと思わないと思うんですね。うん。皆さんもそうだと思うんですね。嫌いな人に、ね、会いたいかっていうことなんです。うん。 なので、あなた様と出会いたいってことは、それだけやっぱりね、好意を抱いていらっしゃったりね。いい印象だからこそ会いたい。し、もっとなんかこうね、今の距離感があったとしても、もっとこう、お近づきになりたい。うん、距離を縮めたいっていうね、そういう、まあ、気持ちを抱いていらっしゃるってことは、印象としていいと思うし、もう一つのカードもそうなんですが、こちらのカードですね。カップの3っていうカードが正位置で、このカードも正位置になった時の意味としては、ああですね、関係が前進。 するとか愛を深めるっていう意味のカードでもありますしあとはまあ発展的っていうことでまあ、出会いたいし関係も進めたい。 いいうふうに思っていらってらしゃるわけなんですね、うん、これも印象がいいからこそだと思うのでしかも愛を深めるっていうことを表すカードにもなりますから、うん、今がねお二人お付き合いしているかどうかにもよるんですけどもうまあお付き合いしていないとしたらまあ、今はねちゃんとあの妻のことを恋愛対象というか恋愛、まあ、恋人候補としてちゃんとまあ見ていらっしゃるっていうことだし、まあ、お付き合いをしているというのであればね、うん 今ももっともっとアのスマとのね、関係を進めたいと思ってるから、恋人としてちゃんと見ているっていう印象にはなるのかな、というふうに思います。 うん、もっと距離感や関係性を進めたいっていうところがあるんだけれども、以前からね、あのー、そうは思っていて、あなた様との、ね、関係性を変えたい変えたいとは思ってたんだけれども、ワンドの2というカードがこれ逆1なんですね。で、このカードっていうのが、正位置の時には目標を設定するということで、何かこう設定した目標を達成すべく、ね、コツコツと努力をし、目の前の現実を目標に近づけていくっていうカードになるんですが、逆1にな なると突然の変化であったり予想外の出来事によって足止めを食らうというカードで以前からあなた様とはもっとねお近づきになって恋人になっていきたい恋人として発展させていきたいと思ってたんだけれども何かまあ想定外のことによってまあそれが叶わなかったり阻止されてしまったりなんかこう恋人になるチャンスが潰されてしまったりみたいな出来事があったんじゃないかなとそれを結構引きずっていてああなんかもう自分は恋人になれないのかもとかですね うん、もしかしたら2人ってもう結ばれないのかもとかねなんかそういうふうになんか思い込んじゃっている、うん、なんか引き離されるような出来事があったってことは神様が2人がね恋人になることを認めてくれないのかなとかねなんかそういうことを結構まあお相手の方信じちゃうタイプの方だからうん。 なんかね、そういった意味では、まあ自分個人としてはもっとね、アン様とは深く関わりたいんだけれども、なんかそれは許されない関係なのかなとかね、そういう印象もちょっとこう持っちゃっているし、まあ心残りであったりね、うん、それこそ、まあ悔いていることですね、に関しても、そのあたりがね、結構こう引きずっていらっしゃるというか、 うん、頭には残っているようなのでちょっと見ていくんですが、えー、心残りや悔いがあるのかどうかっていうことに関してはこちらですね見ていくとインパッセっていうカードが出ましたこれはまあ袋工事とかですねまあ、あとは行き詰まりっていうカードになります、うん えー、このカードは「リフレクトリダ,リダイレクト・ユア・エナジー」ということで、まあ、リフレクトというのはなんか振り返るということでしたり、まあ、リダイレクト・ユア・エナジーというのは、まあ、自分のエネルギーをもう一回、ね、こう向け直すという、ね、ことを表すカードになるんですがうんなんかこう、アヌスマとの関係で行き詰まってしまったことですねうんなんかもうどうすることもできないやみたいな状況をかつてに作ってしまったのかなということですねそれを、ね、すごく悔いていらっしゃる。 うん、あの時選択肢を間違わなければあなた様との関係が行き詰まるみたいなことにはならなかったのになっていうことで何、うん、かこう行き詰まる原因となった選択や決断っていうのはあったのかもしれないですけども、まあ、行き詰まった状況になってしまいそれで例えばあなた様との 愛をね、諦めなくちゃいけなかったり、中断せざるを得なかったり、うん、なんかこう関係も本当は続けたかったけど解消せざるを得なかったり、みたいなところがあって、それをね、すごく食いていらっしゃるというか、うん、なんか心残りいいですね。あの時もうちょっとやり方があったんじゃないかなっていうね、うん、すごくこう晴れない心のもやみたいなのがね、うん、あるというのが出ています。うん こちらのカードですが、マジシャン、魔術師っていうカードですね、これが逆位置になっています、うん。これもやっぱりね、マジシャンっていうのは魔法を使う人になりますから、魔法の力があれば、どんなこともね、自由自在に操れるようになるわけですね。ですから、物事がこれ計画通りに進むとかですね、まあ、望んでいる変化が起きるっていう意味のカードになります。が、逆位置になると、その魔法の力っていうのが使えなくなるので、うん。 ま、計画通りにいかないとか、予想に反する出来事っていうことを表すカード。そして、ま、ミスチョイスっていうね、やっぱり意味もありますので、やっぱり何かミスチョイスをしてしまったわけですね。うん、お相手の方があなた様との関係に対するミスチョイスをしてしまい、その結果、もう計画通りにはいかない状況に陥ってしまった。うん。予想と反する出来事が起こってしまって、危機的な状況、行き詰まった状況になってしまった。ということ。 うん、だから本当にこう、あの人まのミスをしてしまったっていうのが、うん、すごくね、悔、えー、いていらっしゃることですね、うん。あのミスさえなければっていうのがね、いつもなんかこう、フラッシュバックしているのかもしれません。うん まあそのね、ミスをしてしまったからこそ、あなた様とはね、今近づきたいけれども、自分はもう近づいたらダメなんじゃないか、みたいなね、そんな風にも思っちゃっているということですね。で、えベンタクルの3っていうカードですね。これが、えぇ、聖一で、このカードが正位一の時には、進化進歩っていうカードになります。何かこう進化したり、成長したり、発展していくっていうことなんですが、 うんペンタクルっていうのはね、まあ、お金のマークが描かれているっていうことで、まあ、経済面、まあ、お金のこととかお仕事、まあ、キャリアのことを表すカードで、うーんだからなんだろうかな、あなた様との関係を始める前にもっとね、こうキャリア的に成長していたらとかね、 うん、経済的に発展していたらとかね。まあ、お金の悩みとかも、あなた様との関係を止める原因だったのかもしれないから、その問題をきちんと解決してから始めたり、ね、進めるようにしていったら、もっと結果が変わってたんじゃないかなとかね。うんなん、かやっぱそういうことを思ってしまう。だから自分の、まあ、下準備のできてなさ。 うんっていうところがすごく後悔のポイントにはなっているのかなと。もう少しお金に余裕のある状況だったらば、あなた様との関係も長続きしただろうし、なんかこう違ったね、展開にも慣れていたんじゃないか。そういったところをすごくね、心残りに思っていらっしゃるというのが出ていますが、うんとはいえね、やっぱり今も近づきたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうところがありましたから、やっぱりあなた様のことは忘れられないというところがね、 うん、あるわけですね。で、えー、お相手の方が今ね、大至急考え直していることっていうのが何かっていうと、もともとはここだったんだと思います。このカードから考え直していることに移っていくんですが、チャリオット、戦車っていうカード、これが逆位置になっています。 うん、このカード、戦車っていうのは、これすごい勢いでですね、これ前に前進しているっていうことから、勢いよく動くということで、大胆に進むとか、前進するっていうことでね、何かこう動くことを表したりだとか、あとは戦車っていうのはね、勝負の時に乗る乗り物ですから、勝負を仕掛けるとかですね、何かに挑戦するっていうね、意味のカードになります。うん ですが、逆位置になると、ですね、えー、まだこう勝負を仕掛けられないとか、挑戦できないっていうことをやったり、勝負を仕掛けるのはまだ時期尚早という意味のカードになるんですね、うん。だから自分なんかがあなた様に挑むっていうのはまだ早いとか、もうね、自分なんかはあなた様に挑む資格がないっていうふうに思っていたわけですね。うん、自分はもうあなた様の目の前に現れる人物ではないとかね。 そんな風にまで思い込んじゃっていたのかもしれません。うん。だから、あ近づきたいけれども近づくべきではないっていう風な判断を下していた。ところから考え直しているのは、ここですね。見ていくと、ワンドの8っていうカード。これが聖置です。 このカードが位置になった時の意味としては、あーですね、急速な展開、急展開っていうことであったり、発展の波に乗るっていうことで、うん、もうね、自分は近づくべきではないと思っていたところから、やっぱりアンスマとの関係を、まあ、発展させていきたいとか、ね、急展開ですね、うん、を起こしていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。このまま展開のないまま過ごしていくんじゃなくて、何か少しでも展開を起こしていきたい。 そういうふうに考え直すようになったわけですね。やっぱこのままでは、うん、嫌だっていうところがあったんだと思います、うんね。このままなんか平行線上のまま進んでいって人生を終えるってなった時に悔いがないかってなったらやっぱりこう悔いが出てきてしまうというところで何かこうやっぱ展開を起こしていきたいなっていうふうに思うようになった。だからやっぱり距離を縮めたりね、もう一回再開したりしたいっていうふうに思うようになってきている。その気持ちが強まってきているっていうことですね。 ファインディングっていうのが出て,出ていてですね、発見、まあ、見つけるっていうカードですね。うん、何かをまあ見つけたんだと、そう思うようなね、出来事を。 例えば、まあもしかしたらね、あなた様が今もね、自分のことを思ってくれているっていうような何かを見つけた、まあメッセージを見つけた、メッセージを見たり、まあメッセージを見つけたり、まああるいはなんか SNS の投稿で、これって自分のことを指しているんじゃないのっていうようなね、ものを何かこう見つけたりして、ああ、まだ思ってくれているんだってことで、だったら自分もっていうことでね、こう急展開を起こしたいなっていうふうに思ったり、うん、何かこう自分の中での気持ちに気づいた、ね。 自分の中でも、アヌ様と近づきたいのか、近づきたいくないのか、近づかない方がいいと思っている気持ちが本当なのかっていうのが分からなかった中で、やっぱりアヌ様とは接近したいっていう気持ちが本当の気持ちなんだってことにようやく、まあ、こう自覚できた、気づけたっていうところがあるので、うん、もう勝負を仕掛けないっていうふうに思っていたけれども、やっぱり何かしらこう動いてね、展開を起こしていきたいなっていうふうに思うようになってきている。 ここれが考え直していることのようです,、ね、ですからまあ今後ね、えー、お相手の方から何かね行動を起こしてくるのかどうかっていうのをですね最後に見ていきたいと思います。 ですね見ていきます。今後お相手の方から何か行動を起こしてくるのかどうか。うん、はい、えー、ではですね見ていくと、うん、そうですね行動は起こしてくると思うんですが、2人の 二人の関係において、このタイミングはまずいなっていう時には多分これ動いてこないと思います。あるいは、あなた様に対して動くことによって、まあお相手の方に何か、まあ損害損失みたいなものが発生する。 可能性が高い時期は動いてこないよっていうところが出ているので、ちょっとこの辺り見ていくんですが、動いてくるとは思うんですが、ストームワーニングっていうのが出ていて、嵐の警告っていうカードになります。嵐が接近してきていて、海が大荒れな状態で、これ非常に危険な状態を表しているっていうことで、えー、危機ということであったら危機が迫るっていうカードになります。この状況の中で海に出港するっていうのは非常に危険なわけですね。 うん、だからすぐに船がねこう転覆してしまうっていうのが分かっているからだからそういった危険な思いをするっていうことを自覚自覚するというかもう明らかに今動いたら危ないでしょっていうような時期の時にはこれ動いてはこない何も行動は起こしてこない。あくまでも嵐が過ぎ去った後に ですね。動いてくるということですね。で、この数字が10っていうところが出ているので、10にまつわるタイミングっていうのは、ちょっとお相手の方にとっても、2人の関係にとっても動くとまずい時期。 動くとかえって悪い結果になってしまったり、次回、事態がね、悪化してしまってもうなんかこう取り返しがつかないみたいな事態にね、なってしまいかねないタイミングなので、その10という数字を過ぎた後にね、何か行動を起こしてくるんじゃないかなと思います。ですから、例えば11ですね。11にまつわるタイミングっていうことですから、例えば11月とかですね。お二人にとっての11ヶ月目ということですね。 うん、11ヶ月とか、何年と11ヶ月っていうところになると思うんですが、11ヶ月目の時ですね。うん、にならないと、まあ、嵐が過ぎ去ってくれないから、10という間は多分動いてこないと思います。うん、だから11から動いてくるということですが、じゃどんな、ね、行動を起こしてくるかっていうと、やっぱりね、<laughs> ここのカードが出ていますけれども、フロー w っていうカードですね。流れっていうカードですね。今まで止まっていた流れをもう一回ね、動き出させる行動ですね。うん、だから止めていたものをもう一回再開するっていうことをしてくれると思います、うん。例えば連絡を止めているんだったら連絡を返してくれる。会うことを止めていたんだったら会うことを再開してくれる。とかですね。うんまあ、その他にもなんかこう止めていたものあるかもしれませんけれども、うん なんかこう趣味のこととかをね我慢していたんだったらもう一回趣味のことを再開してあなた様と同じ、あなた様と一緒にその共通の趣味の何かを楽しむようにするとかね。うん。それこそ何かこう、お相手の方がねあなた様に何かを習いに来ているっていうことでそのレッスンとかを休んでいたんだったらレッスンをもう一回受けに来るとかですね。逆にまああなた様がレッスンを受けに来るのをもう一回ね受け入れるとかね。そういう逆の立場のこともあるかもしれないけれども。うん。 何か止めていたものをもう一回動き出させるっていうことですね。それをこうしてくるということで、それによってあなた様との接触機会を増やしたりだとかね、交流を増やしていって、関係を、うん、もう温めていこうというふうに思っていらっしゃるということですね。あとはプラクティスっていうことで、なんかこう練習っていうカードが出ているんですね。だから、陰で何かね、練習に励んでいらっしゃるのかもしれませんうん。 あのた様を、まあ、いい意味で驚かせようとしたりね、もしかしたらあなた様に指摘されたところを、ね、コツコツとこう練習して改善して、なんかこう見返そうっていう風に思っているのかもしれないけれども、うん、なんか練習の成果を披露するみたいなところもあるようですから、うん、んか結構ね、あのー、あ、そこ気にしてたんだっていうね、えー、ところがわかるかもしれません。うん。まあ、お相手の方の至らないところですね。まあ、ちょっとこう会話が苦手でね、 あのー、あの妻との会話もいつもなんかこう淡白になっていたりとかね、単調になっていたんだったらば、まあ他のね、いろんな人とこうコミュニケーションを図って、コミュニケーションを磨いてね、なんかこういろんな話をこう展開するとかね、まあそういったところもあるかもしれないけれども、なんかこう練習の成果を,をあの様にお披露目するみたいなこともしてくるんじゃないかなとは思うので、うん、それでまあお披露目することによっての意図は、やっぱりあスマの気持ちを引きつけたいっていうところがあるんだと思うので、まあそういった行動もしてくるんじゃないかなと。 ではね、まあ、そういった内容を踏まえてですが今後あなた様としてはこの恋においてねどんなことをしていくべきなのかあなた様へのですねアドバイスのカードも引かせていただきます。 えー、ではですね、見ていきます。あの様に向けたアドバイスのカードです。うん <laughs> このカードが出ましたね。ちょっとまず見ていきましょう。スターゲイズングっていうのが出ていて、星を見つめるっていうカードが出ています。うん、今ね、まあなた様としては、ぼーっとね、こう星を眺めるような、まあ、ちょっとね、何も考えない時間っていうのを作った方がいいよっていうところが出ております。うん、やっぱりね、なんかこう、いろいろとね、こう現代社会を生きていると考えてしまうことってあると思うんですけども、考えすぎてちょっとあなた様として今疲れてしまっていたり、うんうん、なんかこう考えること ことにメモリー使いすぎて、ちょっとメモリー不足になっていたりもするので、ちょっとこう。ぼーっとね。まあ、星とか月を眺めながらちょっといい意味でね。頭をこうリセットさせていたい。落ち着かせていくっていうことがすごく大事な行動になるのかなと。そうすることによってあなた様のね。心の中、頭の中もクリアになってですね。今やらなければいけないことがちゃんと見えてきたりあ。 なんかこうね、焦って間違ったことをね、しようとしていたなっていうね、なんかそういうこう事前にね、ミスをこう回避することにもつながったりすると思うので、うーん、なんかね、まあこれは相手の方に対してするというだけでなくてですね、自分のためにする行動でもあるのかなと思うので、まずここをね、していった方がいいということですね。うん、で、次、ライトっていうカードも出ております。 このカードは光っていうカードなんですけれども、まあ光ですね、まあ光に触れていくっていうことでもありますし、なんかこう光るものをね、まあ身につけてみるっていうのも、アナスマにね、こう良い出来事をこう引き寄せていくっていうことなので、まあなんかこう光るものですね、光る、まあジュエリーであったアクセサリーっていうところも身につけてみていいと思いますし、あとはね、なるべく光を浴びた方がいいということで、うん、なんかこう夜のね、日が沈んだ時にこう活動的になるというよりかは、日が昇っている時にこう活動的になったり、まあちょっとね、こう最近はテ でワークとかもねあったりしてなかなかこう外に出る機会もね減っている方もいると思うんですがまあ、少しでもね日の光とかを浴びていくっていうことですねまあそういったことをしていくのもいいのかなと思いますまああとお相手の方とのねあのー、関係においてっていうところでも何かこう日が昇っている時間帯の活動にですねアプローチをしてみた方がいいのかなとだから夜のまあディナーとかね飲みに行くというよりかはまあお昼までとかねまあ、ランチだと とか、まあちょっとこう。日の昇っている時間帯にちょっとこう。お茶をしに行くだとかね。まあ、日が昇っている時間帯にできる。まあことですね。まあ、ドライブとかもですね。うんなんかこう。日の うん。明るい時間帯にできる活動とかを、まあ、誘ってみると、これは案外ね、あの、乗ってきてくれたりもするのかなと思いますので、うん。ただ、ま、先ほどもあった通り、10という数字まではね、なかなかこう、動きづらいっていうところがあったりすると思いますから、まあ、11以降になってからね、そういったこう、お誘いとかもしてみても、これはいいのではないかなと、一つの手としてあるのかなと思います。あとは、ソリティードっていうのが出ていて、まあ、これはあ、孤独ですね、一人の時間っていうことを表すカードでもあるので、うん 今はね、あのー、自分一人の時間も増やしながら、まあ、それと同時にね、お相手の方にも一人の時間を与えることになりますから、一人の時間をね、こう、充実させて、えー、来たる時までね、えー、自分自身を満たして、こう、過ごしていくっていうことが大事なのかなと。うん、この一人の時間っていうものを楽しめなくてね、例えば寂しいとかね、苦しいとか、まあ、そういう感じももちろんあると思うんですけれども、そういったね、こう、一人の時間を耐えられないっていうことになってしまうと、やっぱり、お相手の方との関係においても、これ、支障がね、 うん、出てくると思いますから1人の時間もちゃんとこう楽しめるような人になっておくっていうことですね、うん、これもお相手の方との関係においてはすごく大事なことだと思うので、まあ、これもね参考にしていただければと思います はい。ということで、最後選択肢のカードも見ていきます。A をお選びいただいた方はこちらでした。リターンっていうカードですね。まあ、戻ってくるということで、うん。あなた様にとって大事な人であったり、ものっていうものは、これね、戻ってくるよっていうことが出ております。うん。だから、まあ、これまでにおいてね、何かこう、なくしてしまったものとかもあると思うんですね。物とか人ですね。うん。でも、それっていうのはもう二度と戻ってこないんじゃなくて、ちゃんとあなた様のところに戻ってくるよっていうことですね。 うん、だからまあそれこそお相手の方との関係が一度ねある様の元から離れてしまったとしてもそれちゃんと戻ってくるだろうしそれが例えばまあ財布とかねなん、えー、でしょうかねあとはなんかこうねイヤホンで iPod とかねなんかこうなくしたものがあったとするならばそれはちゃんとねこれ戻ってくるっていうのも出ているので、うん、だからこそねもう永遠に手に入らないんじゃなくてちゃんと戻ってきてね戻ってきた時にね こうちゃんとこう対応できるような準備を今から進めておきなさいねっていうことを伝えてくれていたりもするので、これもね参考にしたければなというふうに思います。はい。 ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画、少しでもお役に立てれば幸いです。はい。えー、また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方と,とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。えー、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによります、リクエストリーディングですね。 ね、まあ YouTube でなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、皆様からのご質問を受けて、リアルタイムにね、その場でいろんなテーマを占わせていただいたりもするんですが、そういったライブ配信はオンラインサロンのみとなっておりますので、まあ、普段ね、YouTube で話せないことも話しながらざっくばらんにわきあいあいとですね、盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしておりますので、こちらもね、動画の下の概要 概要欄に詳細記しておりますが、現在は無料でお試しいただける機会も設けて期間も設けておりますので、興味のある方はですねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回はですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 はい、それではですね、次にこちらのインディペンデンスというカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が死休、考え直していることはというテーマで、お相手の方が大至急ですね、あの様について考え直していることはどんなことかっていうのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。 えー、それに際しまして、まずはですね、お相手の方から見たあなた様の今の印象というのと、お相手の方が、あなた様とのこれまでにおいて何かこう、食いていることや心のりなことはあるのかどうか、そしてお相手の方が今ね、死、えー、急考え直していることは何なのかっていうことと、今後、あなた様に対して何か行動をこ起こしてくるのか、まあ、お相手の方がですね、起こしてくるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。 ではですね、まずはお相手の方から見たあの様の今の印象、そしてお相手の方があの様とのこれまでをね、えー、まあ、ちょっとこう振り返ってですね、何か食いていたり心残りがあるのかどうか、そしてあの様に対してね、えー、来死急考え直していることは何なのかっていうのを見ていきたいと思います。 ではですね、見ていきます。上のカードから、お相手の方から見たアンスマの印象を表すカードが上のカード。お相手の方ですね、えー、アンスマとの今までにおいて何か食いていることや心残りなことはあるのかどうか。そしてこちらがお相手の方ですね、えー、アンスマについて大至急考え直していることはどんなことなのかというのを表しています。はい。ではですね、早速見ていきましょう。 か,からすすると、まあ、お相手の方ですねちょっとねうー、なんていうかな、あなた様のマイナスな面っていうところに目がいくようになってしまってうーん、お相手の方、あなた様との関係を、ですね例えばまあ終わらせたり、なんかこう中断させたり、なんかこう距離を取ったりっていうことをあのしていらっしゃったんじゃないかなと思います。うん なんかこれ以上、環境を続けると、どん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 、なんかこう、あなた様のね、うーん、マイナスな面っていうところばっかりに目がいってしまうっていうところがあって、なんかこう、自分もそういうね、気持ちを抱きたくないから、まあ、距離を取ったっていうところがあると思うんですね。だから、印象としては、今、すこぶるいいかっていうと、そういうわけではないんだけれども、なんかね、うん、お相手の方からすると、それ、もったいないなっていう印象になっていらっしゃるようなんですね、せっかく素敵な人なのに。 あ、こんなことしちゃうんだっていうところね。ちょっとこう残念なところを感じていらっしゃるから、そこをね、なんかこう変えていけば、うん、お相手の方が今考え直してることをもっと考え直してくれるようになると思うんですね。うん、なので、ちょっとこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくんですが、えー、まずですね、うん。 お相手の方のアンスマに対する印象としては、ここですね、ちょっと見ていくんですが、ペンタクルのクイーンっていうカード、これ逆位置になりました。うん このカードっていうのが、もともと正位置の時には、育むとかですね、育てるっていうことで、何かをね、一生懸命ね、手塩にかけて育てていくことによってですね、ちゃんとそのね、育てた分の成果であったり、報酬であったり、結果をね、手にしているということで、しっかりと何かこう、成果をね、得られるまで何かを育て上げたという自信がついてですね、物事についても前向きにね、考えられるようになったり、満ち足りた状態っていうことを表すカードになります。 が逆位置になるとです、ね、なんかこう一生懸命頑張って育てたんだけれどもその育てた努力に見合った結果がなんか得られなかったりとかですねうんなかなか何かを育て上げることができなかったっていうところもあってもう自分には何も育てられないんだと。 自分がどうせ頑張っても成果とか報酬を得られないんだっていうですねなんかそういう,こう悲観的な考えにとらわれているとかですねあとは疑心疑惑にとらわれているどうせダメなんでしょうこれもみたいなねうんなんかそういうねこう疑心疑惑悲観的な考え方にとらわれているっていうところがお相手の方としてはあの様に対する印象として持っていらっしゃっていてそれさえなければすごく素敵な人なのになっ そういう考え方であったり疑心疑惑にとらわれているところがあるからすごくもったいないなと。うん、もっと自信を持ったらいいのにとか物事をもっともね、まあ、楽観的にというか前向きに捉えたらもっと人生楽しめるのにとか,なんかそういうふうに今思っていらっしゃるんですね。 唯一そこはやっぱこう気になっていて、もしかしたらあた様自身もね、お相手の方のことが好きだからこそやっぱ不安になって、いろんなこう疑心疑惑にね、疑心暗鬼になっちゃったりだとか、うん、いろいろこう悲観的な考えにね、どうせ私なんか俺なんかみたいなことになってしまっていたのかもしれません。発言とか態度とか雰囲気がね。うーん。 そうなると、ちょっとこう、あなた様と一緒にいるのが、まあ、疲れてしまうというところがあったから、こう、離れたり、関係を解消するみたいなところがあったのかもしれないけれども、まあ、だからそこだけだと思うんですね。唯一、あなた様としにちょっとこう、直してほしいというか、そこさえ変わってくれれば、すごく素敵な人なのにな、うん、自分も全力であなた様のことを愛せるのになっていうところが、うん、あったんだと思うので、ここの印象が、まだ結構、まあ、根強く残っているようですから、ここを改善していけばね、 うん。お相手の方の考え直していることを、うん。ものすごくね、もっと考え直してくれると思うんですね。で、このカード、ワンドのキングっていうカード、これ正位置で、このカードっていうのが正位置になった時の意味としては、あですね、理想の実現、理想の追求とか、まあ、目標の達成っていうことですね。うん。だから、 なんかねもっと自信を持てばいろいろとねあなた様個人のポテンシャルでもいろんな理想が叶えられたり目標も達成できる人なのになとだからすごくねお相手の方っていうのは、まあ、恋愛的なね対象として見ているだけでなくなんかあなた様のポテンシャルとかにも結構ねあの魅了されていたんだと思うんですね。 だけれども、ちょっとこう悲観的な考えに囚われているせいで、そのポテンシャルがうまく生きていなかったりとかね、うん、才能を発揮できていなかったところに、すごく、ああ、もったいないな、もっとね、こう考え方さえ変えれば、いろいろこう開花できる人なのになっていうね、うん、そういう印象が結構今あるようなんですね。うん、もっと自分を出せばいいのにっていうところがあるようで、あなた様という人がなんかこうよくわからないみたいな印象も持っているようですね。うん。 コールオブザ・ミューズっていうカードは、女神を呼び寄せるっていうことで、自分のね、思うままにですね。自分をこう、そのまま表現する、こう、ダンスをね、することによって、こう、神様から愛されて、そして神様をね、こう、呼び寄せる。まあ、勝利の女神だとか、恋愛の女神とかもそうですけれども、だからもっと、あなた様らしくいたらいいのになと。あなた様らしくいることで、もっと神様から愛されて、いろんなことに恵まれていくのになっていうところがあったので、 うん、なんかこう、悲観的な考えとかね、疑心暗鬼になってしまって、自分を出すのが怖いっていう風になっていたのかもしれないんですね。おあなた様が、お相手の方との関係においてね。うん、だからそこがすごくもったいないし、それのせいでなんかこう、本当のあなた様が何なのかなっていうのがちょっと見えなくなってしまっていたのが、やっぱもったいないなっていう風に思っていらっしゃるようですね。うん。はい。まあそういうですね、考えを持っていらっしゃると。うん いう中で、まあ、お相手の方がですね、うん、あなた様に対してこう悔いていることであったり心残りなことがあったのかっていうと、うん、ちょっとねやっぱあなた様に対しての、まあなた様に対して時間とかね、うん、エネルギーを避けなさすぎたっていうところが、まあ、悔いとして残っているようで。 ここですね。あなた様とこう深く関わっていた時に、このワンドの自由っていうカードが出ていて、このカードっていうのが、ね、こう前方がこれもう見えないぐらいたくさんのね、木の杖を抱えている人が描かれています。そのことから多くのことを抱えている。 ということで、まあ責任や地位による重圧ですね、を抱えていたり、まあプレッシャーがとてつもなくのしかかっていたり、やらなければいけないことがたくさんあったり、あとは期待を背負っているっていうことで、期待に応えなきゃっていうことで、それによってね、その期待に応える期待に応えるっていうだけのね、うん、ことばかり考えてちょっと余裕がなかった状態ですね。 うん、んか結構こういうね、手一杯な状況だったから、あなた様との時間がなかなか作れなかったり、あなた様とのね、時間があったとしても、なんかこう、常に他のことを気にしていた。うん。あなた様とデート中なのに、なんかこう、ずっと仕事のメール返しているとかね、仕事のことばっかり考えているとか、うん。なんかこう、集中できていなかったことですね。あなた様との時間に。うん。そこがすごくやっぱりね、うん。 今ではもうちょっとやっぱりね、時間をちゃんとこう咲くべきだったし、せっかくのあなた様との時間はあなた様のことに集中すべきだったとかですね。そういうまあ後悔とか心残りっていうのはすごくある。だから自分も自分であなた様とのね、時間っていうのはもっとこう大事にできなかったのかっていうところがすごくね、食いていらっしゃるところ。で、 このカードなんですが、えー、ペンタクのナイトっていうカードですね。これが逆位置で、このカードももともと位置の時には着実な進歩っていうことで、うん 決して早くはないんだけど、着実に着実に進んでいくっていうことであったり、平和と安らぎっていう意味のね、平和と安らぎを得るっていう意味のカードでもあるんですが、逆位置になると、もうほとんどこう進んでいない、止まっているような状況で、スローペースっていうことであったり、関係を進展させられないっていうことを表すカードになっていて、まあ、自分のことで手一杯だったがゆえに、あなた様のことを後回しにしてしまってですね、それで関係を進めなかったり、す,すごくスローペースにしてしまって、 うん、まあ、それもね、だから、あって、あなた様によりね、そう、自分自身もね、あなた様との関係をなかなか進めなかったことが原因で、まあ、あなた様をね、こう疑心暗鬼にさせてしまったっていうところも、やっぱお相手の方、自分のこの反省点としては感じていらっしゃるところがあるので、うん だから、まあ自分自身もよく良くなかったなと、まあ悪かったなというふうには思っていらっしゃるので、だから単にあなた様だけがこう悪いんだみたいなね、なんかそういうふうには全然思っていない。むしろまあ自分が、なんかちょっとね、うん、そういうふうにさせてしまったっていうところも感じていらっしゃるのかなと。 で、えー、バスト・ビスタスっていうカードですね。広大な視野っていうカードで、エクスパンド・ユア・ホライズンズっていうカードが出ているんですが、まあ自分の地平線を広げるっていうことで、今までね、箱の中に閉じ込められていた人が箱から出てですね、なんかこう今までになかった視野を得ていると、世界はこんなに広かったのかっていうことで、広大な視野を手にしている姿が描かれています。うん。ですから、まあもっとね、こう視野を広げて、えー、ですね、うーん。 物事を考えるべきだったったていうことでまあ、お相手の方も何かこう特定のね考えにとらわれてしまっていたりなんかこう一つの考えに縛られてなんかこう全然ね融通が利かなかったり頑固になってしまっていた、うん、そういったところも多分あったんだと思うんですねだからもっと視野を広げて柔軟な考えをしたり、うん、もっと視野を広げてあの様の意見にも耳を傾けたりだとかねどうしてもなんかこう一辺倒になってしまっていたっていうところがああ良くなかったなということでそこはすごく食いて いいらっしゃるてでですねまあそういったまあお二人の中ではいろいろありっていうことがあったと思うんですけれどもお相手の方がね今大至急考え直していることは何かっていうとこれか考え直す、うんまあ、前というかねちょっとこのカードから見ていくとクロージャーっていうのが出ているんですね、うん、クロージャーこれ閉鎖っていうカードになります。 閉鎖から何々をすることを考え直しているということなんですが、先ほどね、お相手の方も手一杯で、あなた様に対して時間、エネルギー、 まあお金とかをね、こう避けなくなってしまっていた。そうなることによって、あなた様も自分のことを優先してくれないってことは一度お相手の方に疑心暗鬼になっていたっていうことで、まあそれらを踏まえて、なんかこう二人の関係がね、どん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 悪循環に陥っていたっていうところもあったと思うんですね。このままでは仲が悪くなる一方だとかですね、なかなかいい関係が生み出せないっていうことで、二人の関係を閉鎖させるっていうことを にね、なっていたんじゃないかなと。お二人の関係は幕を閉じるとかね、一応もう関係を終わりにするとかね、うん、一回もう恋愛っていうのはね、こう、ちょっとストップさせて、もうお互いの人生に集中しようみたいな感じで、なんか閉鎖させるっていうね、決断に至っていたんじゃないかなと。でも、ここからね、考え直してきているということなんですね。というのは、ここのカードなんですが、え、ードの3っていうカード、これが逆位置でした。 うん、でこのカードっていうのは、もともとね、正位置の時になんか心臓に剣が刺さっていてですね、ちょっと痛そうなカードなんですけれども、これ心を表していますので、心の傷っていうことであったり、悲しみを覚えるっていうカードになります。うん、で逆位置になると、そのね、えー、心に受けた傷がこう、癒えてきたり、悲しみが和らぐっていうことなんですが、それでも何かこうね、思いが残っているっていうことで、未練があるっていうカードになるんですね。一度閉鎖して自分だけの人生、 あなた様との関係を閉鎖させて、自分の時間や自分の人生にね、集中した結果、あれ何かがやっぱ物足りないぞと。うん。何かこうね、足りない気がする。満たされないところがある。これって何だろうっていうふうなことを感じたときに、あ,あ、 あなた様への思いが残っているから、あなた様のいないこの生活にやっぱ物足りなさを感じるんだっていうね。そういったこう未練があなた様のことをすごく、まあ、想起させるというか思い出させてですね。あ、やっぱりあなた様と一緒にいなきゃ、なんかこう自分の人生じゃないなっていうふうに思ってきたから、閉鎖させたことを考え直すようになってきている。うん。幕を閉じたあなた様との関係をもう一回ね。 始めていこうかなとかね。うん。なんかこう、閉鎖したっていうことに対しての最終決定だったのかもしれないけども、当時のね。でもこれってやっぱ違うんじゃないかって考え直してきている。それがここのカードになります。えワンドの6っていうカードなんですが、このカードが正位置になると目標を成し遂げるっていうことであったり、進歩を遂げる、利益を上げるっていうことの他に、まあ、勝利や成功をつかむっていうことであったり、講師ともに充実するとかね。 あとは望みのものを手に入れるっていう意味のカードでもあるんですがもう一度ね、まあ、あなた様との関係もこう進めていくことによって公私ともに充実していきたいまあもちろんお二人がね公私ともにつながっている関係だったっていう人もいると思いますまあ職場とか学校でつながっていて、うん、そういった公の部分とまあまあプライベートでねつながっていたからまあ両方充実させていきたい閉鎖させた状態から公私ともに充実させていきたいっていうふうに考えるようになった あるいは、公の部分では繋がっていなくて、まあ、プライベートだけでね、繋がっていたとするならば、あなた様との関係を閉鎖させることで、公の部分は集中できるようになった。でも、プライベートがやっぱ物足りないと思うようになってきたから、そのプライベートを充実させるってことは、幕を閉じて、あの様との関係をもう一回、こう、開幕させていくっていうことですね。 うん、そうういいったことを今考え直しているようで,すではお相手の方は今後ねあなた様に対して何か行動をしてくるのかどうか起こしてくるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。 でではすすね見ていきますお相手の方は今後、あなた様に対して何か行動を起こしてくるのかどうか。うんはいでは、ですね見ていくとそうですねあのーうん、少しずつでもコミュニケーション取とってくるようになるよっていうのが出ていますなのでちょっと見ていくとまず、ここのカードでコミュニケーションというのが出たんですね。うん 今はまだ全くね、あなた様とコミュニケーションを取ってくれていない状況かもしれません。うん それこそ、公の部分でね、繋がっている職場とか学校とかで一緒だったとしても、なんかこう、あなた様には話しかけてこなかったり、まあ話したとしても、なんか業務的な会話とか挨拶だけとかね、うん、そういったところであったり、まあなんならね、場合によっても、あなた様のことを見ると、こう、避けるみたいなところがある人もいるかもしれません。うん、でもね、そこから、まあ少しずつね、コミュニケーション取ってくるよっていうことですね。うん、ちょっとこう、踏み込んだ話をしていきたりだとかね、もう避けずにちゃんとね、目を合わせて挨拶してくれ まあ最初はまあ業務的なね会話カラーになるかもしれないけれどもそういうコミュニケーションをとってくれたり、まあ、公の部分でつながってい,たいなかったとしてもちょっとずつね、まあ、例えばまあメッセージのやり取りをねこう復活させてくれたりあの様のねこう投げかけた質問に対して答えてくれたりとかですね、うん、なんかこうお互いに相互にねリアクションし合ったりみたいなですねなんかそういうコミュニケーションをね取ろうとしてくるということですね。うん だからまあ自分も変わってあなた様もね、こう変わってきたなっていうことを感じるとコミュニケーションをね、取ってくるんだと思うのでまあだからお相手の方からのねコミュニケーションを早く復活させるためにも何かこうあなた様としてなんかこう自分もね、こう変わらなきゃなって思っていたところを変えていくとより早くね お相手の方とコミュニケーションを取れるようになっていくと思うし、あとは Listen to You r True Feelings っていうカードで、本当の気持ちに耳を傾けるっていうことで、あなた様の気持ちにね、耳を傾けるっていうことを、なかなかしてくれなかったと思うんですね。気持ちを聞くとか、気持ちをね、あなた様が伝えようとしても、なんかこう、聞いてくれなかった。うん、聞いてもなんかこう、はぐらかされていたとか、なんかそういうところがあったと思うんだけれども、ちゃんとそこにも向き合ってくれる。あなた様の本心に向き合ってくれたり。 うん、耳をこう傾けて、うん、なるほど、そうなんだということでね、ちゃんと聞いてくれるようになる。まあ、これもコミュニケーションの一環ではあるのかもしれないけれども、うん、そういった行動を起こしてくれるよっていうのも出ていました。で、すでにもうそれをしようかどうかって結構迷っているようで、インディシジョンっていうのが出ているんですね。うん。優柔不断っていうカードで、分かれ道の間でどっちに進もうかなっていうのを、これ迷っている人がいると。うん。 だからなんかこう二択で迷っていてなかなか決められないでいるっていう状態なんですが、この二択っていうのがもうすでにだからあなた様とコミュニケーション取ろうかな、いや、取らないであいようかなとかね、そういったところで悩んでいるんだけれども、まあついにね、その悩んでいることから、状態からあなた様に対してコミュニケーションを取ってくるっていうね、行動を起こしてくるようですから、うん、だからそういった意味では、まあ少しずつね、コミュニケーションを取ってきてくれたとするならば、それはやっぱりあなた様とね、うん、またこう繋がっていきたかったり、こうね、 閉鎖させたっていうところから考え方が変わってきたっていうサインだと思いますので、それはこう前向きにね、受け取っていただいていいのかなと思います。はい。では、あですね、最後、あなた様へのアドバイスということで、まあこの声においてね、あなた様は何をね、こう意識していたい、どんなことをね、していくと良いのか、まあこの声を良い方向にね、進められるのかっていうことで、アドバイスのカードを引かせていただきます。 ではですね、見ていきます。どんなことをねしていくことで、この恋が良い方向に向かっていくのか、アドバイスのカードです。うんはいではですね、見ていくと、うん、モチベーションというのがまず出ました、モチベーション、うん。今ね、あなた様のモチベーションが上がることから優先して取り組んでいった方がいいと。ね 世の中にはこう生きていく上で、モチベーションの上がることもあれば、モチベーションが下がることもあって、でもモチベーションが下がったとしても、それをやらなきゃいけないことってあると思うんですね。うん、ただ、今のあなた様にとっては、そのモチベーションが下がることも、いずれはやらなきゃいけないのかもしれないけれども、それよりも先に、モチベーションが上がることを先にしてね、ちゃんとあなた様のモチベーションを上げてからですね。 なんかこういろんなことに取り組んだ方がいい結果につながるし、案外ね何かこう早く片付くっていうところもあったりするので、モチベーションが上がることを今最優先でやっていきなさいと。で、モチベーションが高い状態をできるだけ維持していきなさい。っていうことを伝えてくれています。で、そのカードとシャインフロム o m your, shine from within っていうのが出ていて、内側から輝くっていうカードですね。モチベーションの高い、 高まることからやっていくことで、あなた様が内側からね、こう輝くようになって、あなた様の放つオーラや雰囲気っていうものも、これ変わるわけです。それを見て、お相手の方もあなた様に対する接し方、ね、えー、接し方とか行動とか、それこそ考え方とかもね、これ変えてくれるようになっていくと思うので、うん、言葉にはならないね、えー、何かこうそういった、 まあ、目に見えないところをこう感じてくれるようになってですね。それで、まあ、良い結果をどん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 ね、あなた様が招いていくようになるというのを伝えてくれているので、うん。だから、このモチベーションと、シャインフロムウィズインっていうのは結構こう、リンクしていることなのかなと思います。うん。あとはね、ライフエナジーっていうカードで、まあ、これもね、まあ、モチベーションっていうことに近いのかもしれないですが、生命力っていうことですね。まあ、生きる力、生きるエネルギーっていうね、うん、カードでもあるので、やっぱりね、 うん。あのた様としては、こう、生命力が高い状態を、やっぱキープしていくっていうのが重要かなと。うん。やっぱ生命力の低い状態ですね。例えば、まあ、わかりやすく言うと、なんか、いつもこう、ため息をついているような人とかね。うん。まあ、あとは、なんかこう、周りの人から見て、ちょっとこう、まあ、言い方悪いかもしれないですけども、ちょっと、サチがうつそうなね。うん、感じに見える人っていうのは、どうしてもね、人をこう、引きつけない。 むしろちょっとこう人を遠ざけてしまうっていうところになると、なかなかやっぱお相手の方との関係でもね、良い展開っていうのを起こしにくくなると。でもなんかこう生きがいとかやりがいとかをこうちゃんと見出していて、すごくこう発達にね、うん、過ごしている人はやっぱこう自然と人が集まってきたりね、うん。どん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 ね、こう良い結果をこう、まあもちろん動くことによってっていうこともあるんですが、まあ引き起こしていくこともできるから、うん、なんかね、だから、 この shine from within っていうところで内側から輝かすっていうことなんですけれども内側の何を輝かせたらいいかっていうとモチベーションとかこう生きる力ですね生命力っていうところですねそこを上げていくっていうことをしていくと恋愛も良い方向に進んでいくっていうのが出ているので今ねお相手の方に何々をするそれこそ告白をするとか連絡をするとかねそういう行動を起こす前にここをやった方がいいよっていうのが出ていましたから参考にしていただければなと思いますはい あとはあですね、選択肢のカードとして、B を選びいただいた方は、インディペンデンスっていうカード、自立というカードです。今までね、育ってきた巣を巣立とうとしている、まあ、小鳥が描かれている通り、今までね、何かこう、いたところから自立していくっていうことが、あなた様にとっては大事なようです。うん、今までちょっとこう、依存してしまっていたところから、自立するようになっていけば、あなた様がですね、望むような出来事をこう、手にすることができる。まあ、自立の時が来ているよっていうことですね。うん。 なんかこう依存しているままだとね、やっぱり同じ結果を繰り返してしまったり、その先にはやっぱ進めないってことですね。自立することによって、その先に進めていけるっていうことを伝えてくれているので、もしね、今あなた様がなかなかこう抜け出せなきゃなと思っていながらも、抜け出せないでいるところとか、依存してしまっている人や物ですね。うん。そこからこう自立することができれば、まあ人や物、場所っていうことかもしれないですけれども、 うん。そこからね、しっかりと自立することができれば状況も変わっていくよっていうのが出ていますので、まあ、14という数字も気になりますけどね、まあ、14日以内、まあ、2週間以内にね、何かこう自立をしていくとかね、自立をする決心をね、固めていくっていうことがすごく大事になってくるのかなとも思いますので、これもね、参考にしていただければなと思います。はい。 ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画は少しでもお役に立てれば幸いです。はい。えー、また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。えー、その他、ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、 リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、皆様からのご質問を受けて、リアルタイムにね、その場でいろんなテーマを占わせていただいたりもするんですが、えー、そういったライブ配信はオンラインサロンのみとなっておりますので、えー、普段ね、YouTube では話さないことも話しながらざっくばらんにですね、わきあいあいと盛り上がらせていただいてるんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理について解説して、 コンテンツなどもお届けしているのでこちらもね動画の下の概要欄に詳細記しておりますが現在は無料でお試しいただける期間も設けておりますので興味のある方はですねぜひチェックしていただけると嬉しいですはいそれでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう はい、それではですね、最後にこちら、ビクトリーというカード、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が死休考え直していることはというテーマで、お相手の方が大至急あなた様について考え直していることはどんなことなのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。 はい。えー、それに際しまして、えー、まずはですね、お相手の方から見たアルスマの今の印象はどうなのか、お相手の方がアンスマとの今までにおいてですね、何か食い、食いていらっしゃることとか、心残りなことはあるのかどうか、そしてお相手の方が今ね、えー、大至急考え直していることは何かっていうのを見ていき、今後お相手の方はアルスマに対して何か行動を起こしてくるのかどうかっていうのもですね、見ていきたいと思います。はい。 ではですね、まずはお相手の方から見たあなた様の今の印象であったり、お相手の方があなた様との今までにおいてですね、何かこう食いていることや心残りなことはあるのかどうか、そしてあなた様について、えー、ですね、考え直していることは何かっていうところを見ていきたいと思います。 見ていきましょう上のカードからお相手の方から見たアナスマの今の印象を表すカードお相手の方ですねアナスマとの今までにおいて何か悔いであったり心残りのことはあるのかどうかお相手の方ですね、えー、が今アナスマについて、えー、大至急ね考え直していることは何なのかっていうカードになりますはい、えー、ではですね早速見ていきます ではですね、おとと。失礼いたしました。えー、ではね、ちょっと見ていくんですが、まずですね、お相手の方のあの様に対する印象としては、うん、好きなんだけれども、今の自分では無理だなって思っていらっしゃると。うん 今の自分では、なんでしょうかね、えー、あなた様との恋を成就させたりね、えー、幸せにできないなっていう風な、まあ、印象というかね、うん、まあ、そういったところを持っていらっしゃるので、うん、あなた様自体のね、えー、印象はいいと思います。うん、でもあなた様との恋愛っていうことを考えると、ちょっと今はまだ消極的になっちゃっているというところがあるようですね。で、えー、ですね、うん。 お相手の方の食いているところも、まあやっぱりそのね、ちょっと今の自分では無理だなって考えてしまう原因のところではあるかなと思いますし、 うーんー、なんかね、等身大の自分で接することができないのかなと、好きな人にほどなんか背伸びしちゃう方だと思うので、それがね、お相手の方が自分で自分の首を絞めて、なんかこう、息苦しくしちゃうっていうところがあるようですので、まあそれを多分あなた様にもしちゃったんだと思うんですね、好きだから。うん なので、ちょっとこの辺り見ていきます。まず上のカードからで、お相手の方のアルスマに対する印象ですね。えー、っていうところで見ていくと、まずここですね。えー、見ていくと、グレートフルっていうカードが出ています。 大いに満たされるっていうカードになります。うん。カップの中に水がね、こう注がれて満たされているところがありますが、このカップっていうのが心の器っていうのを表しています。その心の器を水っていうのは、これ愛情とか感情、気持ちっていうのを表しますので、そういったもので満たしていく。すなわち、あなた様の心を自分の愛とか感情、気持ちで満たしていきたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。うん。だから心を満たしてあげたい。 相手しかもそれが自分の気持ちとか愛情によってっていうことですからあなた様自身のことは好きっていうことですねうん愛しているっていうことですねうんまあ愛しく思っているっていうところもあるかもしれませんうんだからあなた様単体の印象はすごくいいんですねうんなんだけれども 次、このカードを見ていくと、ワンドの9っていうカードですね。ワンドの9っていうカード、これが逆位置になりました、うんで。このカードが逆位置になった時の意味としては、試練や逆境っていうことであったり、スランプに陥るっていうことを表したり、前進が阻まれて目標を失うっていうことであったり、懸念していたことが現実になる。 ということを表すカードになります。うん。あなた様個人のことはすごく好きなんだけれども、今の状況で、例えばあなた様との恋愛をスタートさせたとしても、一番恐れているような事態になってしまうんじゃないか。何かこう試練や逆境の多いですね、恋愛になってしまって、苦しい恋になってしまうんじゃないか。うん。スランプに陥ってしまうんじゃないか。そんなことを、やっぱりこう懸念していらっしゃるわけですね。だから、 あなた様のことは好きなんだけれども、今の自分ではまだあなた様を幸せにしてあげられない。幸せにして,してあげられないだけならまだしも、あなた様を自分のせいで、例えば不幸にしてしまう。苦しませてしまう。苦労をかけさせてしまう。うん。なんかそういうふうに思っているから、今のまだ自分では恋を叶えられない。自分ではまだふさわしくないんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃる。だから、あなた様との恋愛や、 深い関係を築くことに対してはまだ消極的。うん、まあこういった、まあ、二人の声に対する印象も持っていらっしゃる。だから、まあここがね、急務だっていうふうに思っていらっしゃるんだと思うんですが、ペンタクーの4っていうカード。これが聖置です。このカードが聖置になった時の意味としては、生活の基盤を得る。 っていうことであったり、経済的な安定や安心を手にするっていうことで、自分を成り立たせる土台みたいなところにお金が描かれています。うん。ですから、お相手の方っていうのはまだ自分のちょっと生活さえも何なんだろかな。 まあまあならない状況の中で、あなた様のことが好きだからといって、じゃああなた様との共同生活や恋愛をスタートさせたとしても、自分の土台がまだ成り立っていないのに始めたら、あなた様にその自分の土台を成り立たせるのをね、手伝わせてしまうかもしれない。うん、例えば、極端な話で言うと、あなた様に自分の生活費を負担してもらったりとかね、うん。なんかお金を工面してもらったりみたいな。 好きなあなた様との関係を始めたのに、あなた様を幸せにしたい、満たしていきたいと思っているのに、ね、結果、土台が整っていない中で始まったら、あなた様にもおんぶに抱っこみたいなね。うん、なんかそういう状況になってしまうから、それは良くないということだから、ちゃんとあなた様を満たせる、一時的に満たすんじゃなくてね、 満たし、続けられるようにするためにも、まずは早くね、自分の生活を成り立たせる生活の基盤を得なきゃっていうふうにも思っていらっしゃるので、まあそういったこう現実的なところを整えて、あなた様を満たしていきたいということは、なんか将来のことをね、こう考えている相手として見ていらっしゃる。まあそういう印象でもあるのかなとは思います。うん。で、えー、次、お相手の方ですね。あなた様との今までにおいて、えー、ですね、まあ食いていることですね、心の声になることは何かって、 いうとまたここにもペンタクルのカードでしてここではですね、まあ、両手にコインの、まあ、ペンタクルですねをこう器用に扱いながら片足でね、えー、こう立つことができているなんかこう大道芸人みたいなね姿が描かれていますけれども、うん、これは器用にねお金をこう操っているっていうことでやりくり上手っていうことであったり自分の持ってるものをうまくコントロールする。 っていうことを表すカードになります。うん。これが悔いに出ているっていうことは、ちょっとお金のやりっくりに関して、下手だったのかなと。うん。多分これも次のカードに出てくるんですが、ちょっとね、あなた様にいい格好をしたかったり、見栄を張りたくて、結構お金を使いすぎたりね。して、それでこう自分の生活が苦しくなり、あなた様との関係を維持できなくなってしまった。 だから、もっと等身大でね、の自分を見せればよかったんだけれども、等身大の自分ではちょっとこう自信がなかったのか、結構あるつまりお金を費やしすぎてしまい、うん、自分の、ね、首を絞めることになって続けられなくなった。そのお金のやりくりがうまくできなかったことをすごく悔いていらっしゃる。まあそこだけじゃないんですが、 次、このカードですね、見ていくと、ペンタクーのページっていうカード。これが逆位置になっていて、このカードも逆位置になると、経済的とか心理的な不安を抱えるっていうこともあるんですが、それ以外の意味としては、人目を気にするっていうことであったり、見栄を張るとかですね、プライドが邪魔をしてえですね、チャンスをつかみ損なうっていう意味のカードでもあるんですが、うん。だから、その、ね、 あなた様かかららどう見られるかっていうところを結構気にしていい格好したくてね、うん、結構お金のやりくりがバランス崩れてしまったそれこそなんかこういい格好して身を張りたいところがあるからね、えー、なんかこういいところばっかりこう、ね、ちょっとこう高いところばっかり連れて行ったりなんかこう身につけるものも本来だったらそんなね高いもの身につけないのにちょっとこうねいつもと違った高いものを身につけたりとか なんかやっぱ見栄を張りたかった食事代も本当はねまあ割り勘がいいっていうところもあったかもしれないけどももう自分出すよみたいな感じでこうかっこつけたかったりとかねうんなんかそういうところがあってね結局ねそこをこう見栄を張り続けたがゆえに経済的にもまあ、あとは心理的精神的にもねこう苦しい状況になってあなた様との関係が続けられなくなってしまったことうんこれをまあすごくこう悔いていらっしゃるということですね うん、で、えー、ここですが、ナビゲーティング・バイ・ザ・スターズっていうカードで、星をめがけて進むっていうカードなんですが、ファロー・ファロー・おーファローイオーブリスっていうことで、私、ま、服、あ、を追い続ける、追いかけ続けるっていうカードなんですが、うん、お相手の方がね、あなた様に対して見栄を張っていたっていうのは、何かこう目指したいところがあったからなわけですね。例えば、あなた様とこう結婚するだとか、あなた様と結ばれるだとか。 あなた様との恋を成就するだとか、ね。あなた様を生涯のこうパートナーにしていくだとか、まあなんかそういう目指していたところがあったから、見栄を張っていた。けれども、その身、なんていうかね、明らかにちょっとこう、ペースオーバー、オーバーペース <laughs> っていうところがあって、目指し続けるところ途中でへばってしまってね、バタンってこう倒れちゃったわけですね。うん だからそういったこうペース配分っていうのがうまくできてなかったっていうところがすごく後悔になっていると。うん。いうことですね。うん。だからそれぐらい、まあ、何でしょうかね。好きな人には見栄を張っちゃう傾向があって、うん。でもそれで無理をしすぎていて、うまく維持できなかった。まあそういう、こう、なんだろうかな。根本にやっぱり自分に自信がないからこう見栄を張ったりね。お金の面で見栄を張っちゃうんだと思います。うん。 で、えぇ、ー、お会い手の方が、アン様について第四球ね、考え直してることは何かっていうと、うん。 まず、ここですね。ちょっと見ていきますが、えー、ソードの6っていうカードですね。これ逆位置になりました。で、このカードっていうのが、もともと正位置の時には、進路変更、方向転換、路線変更とか、まあ、新たな角でとかもね、表したりもします。すなわち、まあ、進路変更とかで言いますと、今まで進んできた道をこう変えていく、違う進路に変えていくっていうことですね。うん。 だから、アンスマとお相手の方が、もともとはどういう関係だったかっていうのはわからないんですけれども、例えばまあ、同僚とか、先輩、後輩とか、友達っていう関係だったとするならば、そこからの進路変更っていうのは恋人になるとかね、うん、夫婦になるとか、まあ、元彼元彼のっていう関係だったかもしれないけども、そこから進路変更っていうのはまた彼氏彼女になるとかね、うん、なんかそういう,こう進路変更を表すんですが、 逆位置になると、進路変更が起こせないということで、もう自分はね、こう、お金の面で、こう、ちょっとこう、見栄を張りすぎて、自分の生活もね、もうままならない、もう首も回らないみたいなね、状況になってしまったから、もう、あなた様とのね、関係における進路変更なんて無理だってね、ちょっとこう、諦めちゃっていたところがあったのかもしれません。うん。 ただ、それは、やっぱ原因としては自分が無理をしすぎていたからっていう、なんか根本の原因に気づけたから、 うん、そこを改善していけばまだいけるんじゃないのっていうふうに思うようになってきて、ソードのクイーンっていうカード。これが聖置です。このカードっていうのが聖置になった時の意味としては、冷静沈着っていうことであったり、客観的な視野、いわば広い視野を持っている人っていうことであったり、的確な判断力とかですね、うん、あとは合理性っていうことも表しますし、効率っていうことも表しますし、あとは聡明な人物、うんまあ、頭を使った賢い人っていうことですね。 うん、を表すカードになります。だから、もう少し頭を使って、お金のやりくりとか、ペース配分だとか、まあ、見栄を張りすぎる、張るところと張らないところもあっていいんじゃないかとかね、そういう風に、もう少しこう、冷静にね、頭を使ったら、ちゃんとね、あなた様との関係っていうのは進められるんじゃないのっていうことで、まあ、トラベルっていうカードが出ていますけども、まあ、旅ですね。旅とか、まあ、旅行っていうことでもあるんですが、先ほどのね、 この進路変更っていうのも、これ船に乗っている姿があると思うんですね。お相手の方が船を漕ぐ、漕ぎ手となって、あなた様をこう良い方向に導いていく。うん。その、この、まあ、ちょっとこう姿はね、だいぶ変わっていますけれども、もう一回ね、こう船の漕ぎ手になって、あなた様をこう自分の船に乗せてこう導いていくというようなね、うん。もうそういったね、こう船旅は無理だっていうふうに思っていたところから、もう一回あなた様を乗せて出発しようというね。 うん、なんかそういうふうに考え直すようになってきているよっていうのがまず出ていましたでは今後ですねお相手の方から何かね行動を起こしてくるのかどうかっていうのをですね最後見ていきたいと思います 行きましょお相手の方から何かね今後行動を起こしてくるのかどうかうんはいではですね見ていくとうんえー、そうですねあの起こしてくると思うんですがどういう行動かっていうと笑顔であなた様の前に現れるっていうことだと思いますうん、うん お相手の方ね、やっぱりあくまでも、見栄を張りたいタイプの方だから、あなた様に心配されたり、ね、気を使われたりするのが嫌なわけです。嫌っていうか、それはなんかこう、うん,うん、許せないって言うとちょっとあれだけれども、なんか、それはこう、心苦しくなっちゃうんですね。うん。だから、余計な心配であったり、気を使わせなかったり、まあ、なんだろうかな。まあ、 うん、苦労をかけさせないために、ねうん、まあ自分と一緒にいて不安にさせないためにもあなた様に対して笑顔になって現れてくるていうのがこのラフターっていうのが出ています笑い笑う人っていう顔ですね、うん、あなた様の前に満面のね笑みでこう、まあ、ニックニカでね来たらちょっとこう気持ち悪いところもあるかもしれないけれども、うん、自分は大丈夫だよと、うん、何も悩んでいないよっていうですね うん、そういったこう、笑顔に、自然なね、笑顔になれるような状態になって現れてくる。で、もう一方で出ているカードとしては、アンザイエティっていうのが出ているんですね。これ、悩み、不安、心配ということで、なんか頭をかきむしって悩んでる姿があると思うんですが、こういう姿は見せたくないわけです。お相手の方、極力アンスマにね。なぜならば、アンスマから心配されるから、気を使われるから。うん。 もちろん、あなた様からなんか心配されたりするのが嫌だっていうわけじゃないんだけども、それはなんかこうね、自分としてのなんかこう、ポリシーにそぐわないというか、うん。プライドがそれを許さないっていうところがあるので、こういったね、悩んでいる状況から、まあ何かそれをね、見事にこう解決して、笑顔にね、現れてくる。だから実際に、なんだろうかな。 まあメッセージのやり取りとかも、なんか暗いテンションで帰ってくるというよりかは、明るいテンションで、久しぶりみたいな感じで。うん。おっすみたいな感じでね。ちょっとこうシリアスなトーンになっていた話題っていうのはこうもうすっ飛ばして、なんかこう元気な状態で現れてくるっていうのがあるようですね。うん。まあそれも、まあその生活の基盤が整ったら、 笑顔でで現れててくるってことですね、まあ、結構明るいテンションであなた様に接してくる、声をかけてくる、連絡をしてくる、そういう行動を起こしてくると思います。うん、だから、その笑顔の部分だけを、ね、ピックアップして,いたしてあげた方がいいと思います。何かあったのとかね、うん。なんか辛いことあったとか、そっちの部分は気になるとは思うんだけども、あんまり深掘りしてあげない方がいい。そこは知られたくないことだから。 うん。だから、笑顔のテンションのお相手の方に、あなた様も合わせてね、もう楽しい話題だけをしていくってことをすれば、スムーズに二人の関係が再開していくと思います。うん。で、えフェイスっていうカードが出ています。信念っていうカードで、まあ、あなた様との関係で、掴み損ねたことを今度こそね、ちゃんと掴めるようにしていくということですね。うん。約束だけがこうね、交わされていて、果たされてなかった約束が果たされていくとかね。うん。 ね、何々をする何々をするっていうふうに言っていてなんかこうするする詐欺になっていたことを実際にねしてくれるとかね。 うん、そういった行動も、あの様に対して起こしてくれるよっていうのが出ているので、うん。まあ、お相手の方としてはね、最初から叶える気がなかったり、する気がなかったことを、あの様にね、言っていたんじゃなくて、まあ、本当にする気だったんだけれども、ちょっとこうね、えー、ガス欠状態になって、こう、叶わない状態になってしまっていただけなので、今度こそ、それをね、こう、達成していくというような行動も起こしてくるようですから、うん。これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。 ということで、えー、最後はですね、あス様に向けたアドバイスのカードも引かせていただきます。このね、えー、お相手の方との恋をよりね、良い方向に進めていくために、あス様はどうしていくのが良いのかっていうことで、アドバイスのカードを引かせていただきます。 見ていくとお相手の方ではなくあなた様とのねお相手の方との恋をですねより幸せな方向に進めていくためのアドバイスのカードですうんうんはいではですね見ていくとまずですねセレブレーションっていうのが出ていてこれ祝福っていうカードですねうん祝福 まお祝い事とかも表しますので。 何かね、お相手の方からおめでとうとね、えー、言ってもらえるような出来事を引き起こしていくことで、それで二人がね、またこう近づくきっかけとなったりですね、うん、二人の距離がこう取り戻されていくっていうこともありますし、それこそ、まあお相手の方がね、何かをこう達成したりいいですね、叶えていったらですね、それについてのちょっとこうお祝いをしてあげるっていうことですね。例えば就職祝いとか転職祝いとかですね、まあ何かこう試験に合格した合格祝いとかですね、なんかそういうこうお祝い ことをしてあげるっていうことも結構今はねいいタイミングではあったりするのかなとまあ、それこそまあお誕生日を祝うっていうこともいいかもしれないのでそういった祝い事っていうのをねうまくこう活用していくと2人がねこうつながっていくよっていうところが出ておりますうんあとはディバイネーションっていうことでまあこれ占いとかをね表すカードにもなるので、まあ、占いとのまあうまい付き合い方ですねうんっていうことがすごく大事になってくるとまあ実際にねこの私の動画もまあ占いの動画ではありまし しまあ、もしかしたらね、あなた様自身も他の占い動画とか、実際のなんかこう占い師さんとかに、ね、相談している方も、ね、いらっしゃると思います。うん、ただ、それとのうまい付き合い方っていうのは、どういうことかっていうと、例えば占い師さんに言われたことをもう何も、ね、こう考えずにただ受け入れる、うん、ってなると、それはあなた様の考えっていうのはないわけですよね。うん 占いのことだけを信じるんじゃなくて、占いの結果とかを受けて、じゃあ自分の恋愛にどう活用していくか。ここはね、確かに刺さるところはあるけれども、ここはなんか響かないなっていうところもあると思うんですね。うん。だから全部を丸呑みにするんじゃなくて、あ、ここは確かにそうだなとかね。あ、確かにここはなんかこう自分の恋に生かせそうだなっていうことをうまくね、考えて活用していく。考えて受け取っていく。それが占いとのうまい付き合い方。 だからそこもすごくあなた様にとっては大事になってくるよっていうことで決して占いから何でしょうかねなんかこう没頭しなさいとか占いからこう完全に離れなさいじゃなくて上手い付き合い方っていうのは大事だよっていうことですねでアバンダンスっていうのはこれ豊かさっていうカードですうんまあ自分をまず豊かにしていくことで自分の周りを豊かにすることができひいてはあなた様が大事な人大事に思っている人も豊かにすることができる だから、誰かを豊かにするための原点というのは、まず自分を豊かにしていくことだというのが出ているので、自分も豊かにできない人は誰かを豊かにすることもできないから、まずは自分自身をどうやったら豊かにできるか。ね、なた様が何をしているとき、何を、どこにいるときとかね、どういうときに自分が豊かさを感じるのか。 そしてそれを実行し、自分を豊かにしていくっていうことが誰かをね、豊かにしていくことのもう始まりになっていくので、これら3つがね、あた様にとって今すごく大事になってくるというのが出ていますから、参考にしていただけますと幸いです。はい。 えー、そして最後選択肢のカードも見ていきましょう。C を選びいただいた方はこちらで、ビクトリーというカードです。大成功、大勝利ということで、何かこうね、まあ走り切った人がですね、ゴールテープを切ってやったーみたいなね、えー、なんかこう大阪のグリコみたいなね、ポーズをとっていますけれども、うん、今ね、あなた様が走っているコースを変えずに、そのコースを走り続けていくことによって、その先には ゴールが待っているよと。ビクトリーというね、大成功、大勝利があるよと。だから今、ね、あなた様としても今走、今まで走り続けてきたコースを走り続けるか、もう新しいコースに進んだ方がいいのかな、コースチェンジした方がいいのかなっていう迷いが今あると思います。だけれども、大事なのは、今ここでコースチェンジをするんじゃなくて、ここまで走り続けてきたね、コースを走り抜くということ。そこに成功が待っている。うん。 っていうことなので、今はね、こうコースチェンジしたいなっていう誘惑があるかもしれないけれども、そういったコースチェンジをせずにね、うん。進み続けていくっていうことが大事だよっていうことですね。ここでコースチェンジをしてしまうと、何かこううまくいかなくなった時にまたコースチェンジして、でうまくいかなくなったまたコースチェンジして、何の結果も得られないままコースチェンジばっかりしてしまうと。うん。 そういったところが、まあ、癖づいてしまうと思うので、うん、だからこう走り抜くということがすごく大事なようですから、これもね、参考にしていただけますと幸いです。 はい。ということで、えー、最後 C ですね。お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画、少しでも役に立てれば幸いです。はい。えー、また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は、動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。えー、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、 ラインンサロンではリクエストいただいたただテーマによりますリクエストリーディングですね。まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信でもですね、皆様からのご質問を受けてリアル、リアルタイムにですね、その場でいろんなテーマを占わせていただいているだけでなく、そういったライブ 配信はですね、オンラインサロンのみとなっておりますので、まあ、普段ね、YouTube で話さないことも話しながらですね、ざっくばらんにわ気あいあいと盛り上がらせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツの,のもお届けしておりますので、えー、こちらもね、興味のある方はですね、この動画の下の概要欄に詳細記しておりまして、現在もまあ無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。 えー、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう